バルーク式操縦撃弾を射撃します。ただいま観覧席前で黄色いマウスを受けた隊員が所持している弾が8球式小銃で、その先端に装着されているのがバルーク式操縦撃弾です。操縦撃弾は主に近距離戦闘において敵砲兵を制圧するために使用します。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台です。ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。